今日ね、井の頭公園にね、行ってきたんだけど、桜がもうね、かなり散っててね、俺たちの旅っていう74年の番組があって、中村雅俊さんね、その時に出てくる風景とか橋とかもね、今同じような橋になってて、あとは白いビルがあるんですけど、住宅みたいな、アパートみたいなのは、すぐ未だにあるんですよね。ということで、その最初にオープニングになる曲で俺たちの歌に、なんか違うぜ。夢の坂道はこの花の踊りしがたにまだ後ろにない壁、足跡も影も残さないでたどり着けない山の中へ続いて、夢の夕日はコバルト色の空と海交わってただ遠い果て、輝いたという記憶だけでほんの小さな一番星壊れて消える、もう今でも手を振るような背中の夢に浮かぶ小舟に、あなたが今でも手を